はい、今日は11月7日です。はい、母さん。カマキリの卵ですね。うん、はい。来春、おそらく出てくると思いますので、出てきたら観察してみましょう。出てくるでしょうか。はい、ここに入れて、火加減でもね、置いておきましょう。はい、立てといた方がいいか。少し葉っぱでも入れておくか。そうね。そうね。うん、じゃあ、そーっと、火加減でもね、置いておきます。はい。はいはい、皆さんこんにちは。実はね、去年の秋にカマキリの卵を見つけて、それをね、虫のケースに入れといたんですよ。それでね、今日見たら、なんとね、いた？いたんですよ。すっかり忘れてたね、これのこと。すっかり忘れてた。2つあるね。あるね。うん、ほら。お、いるでしょ？カマキリよ、うん。ということで、見づらいからケースあげますよ。はい。で、ほら、ここにもいるね。うん、すっかり本当忘れてた。結構ね、この隙間からね、もう出たのもいるんじゃないかなと思うんだけど。じゃ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 ん。ほら、ちっちゃいの、かわいいね、これね。ちゃんとカマキリの形してる。ほら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 、ほら、動くね。うん。そして、こっち見てみようか。うん、いるだよ。ほら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 。ほらほら。これね。ちょっと待ってよ。うん。はいはいはい。葉っぱに乗ってますね。これか。うん、まだね、数は多くないですけど、5、6匹ぐらいかな。これから出てくると思うね。そうなんだ、うん。まだね、今日冷え込んで今12度ぐらいしかないけど、うん、まだね、こっから出てくると思いますね。本当、いるよ。うん。なんだ、1、3匹、うん、ちょうど出たてなんだな。そっか、これから出てくるんですね。うん、3匹しかいないからね。なんとなんと。はい。おとととと、ここに1匹。出た。あ、あった、あった、あった。ほい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 。はい。あ、この黒いのは何だろう。こんなの入ってなかったけど、これから出たのかな。うん、ちょっと謎だけど、謎の黒い粉ね。謎の黒い粉はいいとして、うん、いるね。いるね。のこのこと歩いてきますね。はい。うん。はい。で、こいつもここに入れてと。はい。でね、このケースに入れとくと、高温になってね。あ、4匹いるね。4匹。うん、ここにもいた。おお。じゃ、これも、これもここに。ここに、ひゅっと乗せてと。1、2、3、4、5匹いるね。うん。うん、はい。でね、このケースに入れとくとね、高温になって餌もないから、あと、自然に戻しますよ。はい、わかりました。はい。じゃあ、自然に戻します。こちら、中さん。はい。いや、あいにくの雨だけどね。あいにくの雨だけどね。あ、待って。じゃあ、あと、ここさ、ここさ、カマキリな。はい。よーし。カマキリいっぱい出てくるじゃん、ここから。こっからね、カマキリが大量に。でも、ほら、いろいろね、もしかしたらカメムシとか食べるかもしれない。いやー、どうだろう。食べないのかもしれないけど。はい、ということでね、去年に取った卵を無事に孵化してカマキリになることができました。はい、まあ、こうやってね、ちょっとしたものでも観察すると楽しいと思いますので、皆さんもね、自然観察してみてはいかがでしょうか。ではこの動画が良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。